どうも皆さん、おはようございます。スナイプストーカー 66% は 100% だ、リュウです。さあ今日はですね、レイバのオバハンデッキ、まあレイバの石田デッキをねやっていきたいなと思います。石津さんだけねちょっと召喚ムービーがなくて、あのエースモンスターがいないみたいなとこはあるんですけども、ちょっとなんか誰か作ってほしいなみたいなとこあるんですけども、墓守デッキですね。墓守デッキで、墓守はやっぱ何が強いかってやっぱこれが詰めるんでね、あの大きな眠りネグロバレーっていうのが詰めるんで、まあそこそこやっぱ環境とも、まあ、ある程度は戦えるかなっていう感じはしていますが、まあ墓守封印も使えるしね。今回のデッキは基本的にまあ墓守ギミックなんであんまり説明することないんですけども、まあ基本的にはその意のあのタラタカを出して、まあ、あの毎ターンサーチしながらアド取りながら殴っていくっていうデッキになりますね。で、あの除去は末裔とかコズミックサイクロンとかでやっていくっていう、まあちょっともうちょっとねやっぱね新色入れたいんですけども、ちょっと枠がなくてデッキの少し難しいかなっていう感じしました。でリミット2枠はまあ、うん、コズミックサイクロン、あじゃなくて間違えた、エネミーコントローラーと狡猾なんかなみたいな感じですね。まあ狡猾2枚とかでもいいんだけど、あのやっぱ1枚腐ることもあるんで、まあこれエネコン狡猾とかで、まあ、新色で1体増やしてエネコンでパクってワンキルとかもあるから、まあそういうのもまあいろいろ加味して1個これ1枚1枚にしてますね。でデモンズチェーンはまああのリッチガフトとかそういうのを倒したくて入れると。で、まあ、モンスターはねあのこんぐらいでいいと思う。なんでかというとやっぱこの万能サーチがあるんでね、これまあ1ターンに1度しかあの1ターンに1枚しか発動できないんですけども、まあ万能サーチがあるんでまあこんぐらいでまあいいかなっていう感じがしますね。で展開力があんまりないので、このデッキね、なんで、まあ、まあ、あのこういう偵察者とか、侵食とかは入れとかないといけないかなって感じがしましたというところですね。はい、まあ、重要なカードは2枚積めば別に3枚のサーチで持ってこれるんでいいかなっていう感じしました。早速、レイバーのオーバーハンデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、パンドラ選手ですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あ30枚がリッチクラフトかな。これちょっとまあでも高カストデモンズチェーンあるから何とかなるか。一応ねあのウィッチクラフトは罠があれば何とかなるっていう話はあるんですよ。あの嵐がなければ相手にちょっと嵐だけ強すぎるからちょっとやめてほしいんだけど。さあウィッチクラフトシュミッタ OK いいでしょう。さあシュミッタ効果ピットレかジェニーか、はいはい、あいきなりマスターベーション OK、いきなりマスターベーション来た。さあマスターベーションからのシュミッタ OK でシュミッタ除外からのパトローナス、あでもパトローナス、うーんとマスターピースかこれは。何落とすんだろう。あサボタージュ OK、 サボタージュ OK でカードセット、なるほどエンド OK、 サボタージュかし OK、 まあまあまあそんぐらいだったら許してやろう、そんぐらいだったら許してやろう。コーカス、まあ、コズミック最強、コズミック最強、まあ、墓所する必要は多分ほとんどないと思うけどな。まあ、これ何これ。何すかこれ。パトローナスね、オッケー。パトローナス除外させて、墓地行かなかったのはでかい、これは。このカード、また墓地行くとまたそれはそれでめんどくさいからね。で、シュミッタ戻しからの魔法サーチ。デモンストレーション。まあまあまあ、そんぐらいはいいでしょう。そんぐらいはいいでしょう。で、カードを1伏せ、2伏せからの伏せ。ネクロバリある、扱いには一応なるので、まあこれでなんとかなるんじゃないですかね。さすがにコードラップにも結構強いと思う。あのねこのデッキ少しプレイングあるんですよねだから、まあ、何が言いたいかっていうと俺が使うのが苦手なタイプのデッキっていうことを言いたい。さあカードを1枚セット。さあ攻撃表示に変更、なるほど。バトルフェーズ、それはデモンズチェーン1回打った方がいいんじゃない。デモンズチェーン打ってでウィッチクラフト、マスターベーションは一回止まってもらって、これでどうするかだな。あとはこれでどうするか。あー侵食きたか。うーんデモンズチェーンにしてあるから別に融合はできそうな気するけどな。一回ちょっと霊術師召喚していきましょうか。なんちょネクロバレーないんでね、ネクロバレーないときはもうこのなんかあのネクロバレーだって言い張るこのあの女、このクソアマンを使って融合していくしかないんで。さあお姉ちゃん効果発動して、これはこことさすがにこっちじゃねえかな。侵食こっちだね。このターンで削りきれないから侵食使えるっていう、まあこうしてちょっと殴りに行かないでまだいいや。狡猾使いてえな、狡猾使いてえからちょっと一回相手の出方を伺って狡猾打ってから殴ってもいいや。これ多分ね一回狡猾打ってからの方が多分強いと思う。多分デモンズチェーン行っちゃうんでこれ殴っちゃうと墓地に狡猾が死んじゃうって。
一回ちょっと一丁前にプレイングしてんの笑うよね一丁前にさあ、相手どうするんでしょうかと。ちょっと嵐が一番強いから嵐だけやめてほしいな。2700はそう簡単に突破できないと思うんだけど、まあ、守備表示は全然いいんだ。守備表示は超えられるから、別に攻撃力で超えれるから単純にね。あーなるほど、そっちね。ジェニー、オッケー、ジェニーはいいわ。ジェニー行こうか。まあまあ、オッケーオッケーオッケー。エンドフェイズだったらもう効果使えないから、エンドフェイズに入るんだったら、高圧でぶっ飛ばして殴りに行けばいいんじゃない。まあ自分のターンでいいか、自分のターンでいいな。自分のターンに入っちゃえばドローフェイズかなんか打てばいいか。もうそしたらあっちデモンズチェーン、デモンズチェーンじゃねえや、あのデモンストレーションとかも使えないもん、ね、パトローナスいいわ。パトローナスは別にモンスター増えないから別にいいや。はい、オッケーです、オッケーです。はいはいはい、でオッケーです、そこまでオッケーです。一応やりケアしとく。一応ないと思うけど、一応やりケアしとくわ。ターン終了時これ過ぎて、で自分のフェーズで効果打てば多分、まあ、デモンストレーションはいい、それ回収も別にいい、いいね別に回収されてもいい、ね、やりさえなければ多分ほぼ勝ちだと思う。これで、はい、オッケーです。でドローする。でこれで清掃とかどうでもいいから、これ関係ないから、これまず高価な落とし穴で、しっかりとしょって、はい、で槍とか癖とくびきでしたねっていう話をしていく。あったらでマスターベーション2体とも吹き飛ばしていく結局これ何で勝ってるって、これ罠で勝ってるだけなんだよこれ罠で勝ってるだけ問題。そして、ネクロバレー発動する前に、まあ、どっちもいいよ、侵食召喚して、侵食召喚から、お姉ちゃんもう一回呼び戻して、はい、さあパトローナス使うんだったら使っていいですよ。ライフマン折れるんですかね、それライフマン折れるんですか、クリボールかなんか持ってこれますそれで結局狡猾ゲーでは結局狡猾ゲーで笑う。さあお姉ちゃん効果使って侵食と合体してまこうなるよね。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。まあでも汎用カード来てるから、まあ、まだいいか。青眼でしょこれ多分23枚ちょっと多め。まあちょっと罠とかをね積みたくなっちゃうと、青眼って結構20枚に収めるの大変なんだよね意外と。青眼も結局罠が強いデッキじゃんあれ青眼が強いっていうか、まあ、あの罠が強いみたいなのがあるからね。まあ OCG のとこでもまあ基本そうだからな、なんかそのなんかスキドレかなんかで相手の効果無効にしてひたすら3000殴っていくみたいなことだもんね。やってることはな、なんか本質的にはそんな変わってないような気がするわ。リンクスもで青眼墓地送って、コスモブレイン特殊召喚はいいよ、コスモブレイン特殊召喚はいい。でコスモブレインで、リリース、はい青眼もいい、それは別にそれは効果で処理しよう、しっかりと OKOK。罠あんのかな、罠あってもまあ何とかなるか、罠あってもなんとかなるやつで墓所できるから回収もできない、オルタナティブなっていく、もうすでに。なるほど、早くないそれ。まあでもいいか別に、太鼓とかあるからいいんか。ドローハゲきた、なるほど。ハゲか、ハゲマジいらねえな、ハゲセットか、ハゲセット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 で、これ難しいな、これドローフェイズ打つかどうかちょっと考えるか。ドローフェイズ打った方がいいか、破壊されてサーチでやれるのも結構いいんだよ。でもいやでもさすがに破壊した方がいいか、さすがにここで一回破壊した方がいいな、一回破壊そう。まあ、ちょっと霊術師間違えた、ハゲを墓地送りたいってのもあるんだけどね、もちろんオルタナに破壊してもらうっていうのもあったんだよ全然。まあそんなことしなくても多分殴ってくれそうな気がするんだよ、ね、なんか展開されるこれこの後で罠伏せたらコズミックサイクロンがあるんでなんとかなるとは思いますけれども、さて融合できないんで俺でも融合がちょっとできないので、ネクロバレー早く引けって話はあるけどね、結局ねネクロバレーなんだよね、バレーがないときつい。もう局所はいい、局所はいい、局所はもうしょうがない、これだってワンキル足りないでしょさすがに2枚で。セット
え、それセットするなんてなんで教科書だったの？教科書の使い方なんか初心者みたいな。あれやべ、ちょっとまたこの対戦相手批判って言われて怒られる。これさすがに、これさすがに太鼓でしょ。さすがに太鼓だったらまあこことここ融合するよね。で、イノタタタカを出していく。日本全土を測量していこう。さあ、霊術師でこれは一回侵食でいいんじゃないかなと思いまーす。うん。で、イノタタタカ効果使ってサーチも入れながらカードを2枚セットして、そんなことしてもさ、そんなところでさ、局所使ったところで何の未来も変わんないじゃん。それはさすがに局所早いでしょ。早漏でしょこれ。早漏局所きた。西岸に局所入れるんだったらなんかもうちょっと違うリミットを入れた方がいいけどな。多分狡猾とかの方が強いと思うよ俺。狡猾とかエネコンとかの方が多分強いと思うけどね、さすがに。さあコズミックサイクロンでしっかりと罠をぶち抜いていきましょう。であれ太鼓だからさすがに自由解放。すげえカード入ってんの。すげえカード入ってるわ。ああ強い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 。で一回玉空座。これこのターンで削りきれそうだな。デッキからサージでいいか。召喚権使わなくてもいいので一応マリク持ってくるか。マリク持ってきて侵食召喚して2体殴ってもうクリーボール投げれば多分勝ちだよね。ほとんど勝ちだと思うんだけど、侵食から展開して3体で殴る。侵食から、お姉ちゃん出して姉貴出して、で伊能忠敬の効果を発動していく。さあ圧倒的アドバンテージを稼いだ。でこれ太鼓なんで一応墓所封印はして、でバトルフェーズ入ってこっから殴っていいね。多分太鼓でしょ。はいはいはい。でクリボールありますかと。ありませんねと。甘えですねと。対戦ありがとうございました。ちょっとね、局所の使い方が早漏だったと思うよ。対戦あす。さあお相手の方、この世のカードスプレーを一人で全て終わらせる男、またの名を ATM 闇ゆきさん、よろしくお願いします。さあおジェスタコンフィ来た。ジェスタコンフィ、なんだこれは。ワンチャンか。破壊剣士のバンリューサーチか。なんだおっさん癖って。おいやめろよ、おっさん癖怖いから。ちょ一回コズミキサイコンでちょっと伺い立てる。お伺い立てるわ。それじゃこれこいつはなんかちょっと嫌なやつっぽいんで、ここになんか大事なカードを伏せるみたいなパターンでしょ。これここに大事なカードを伏せるやつと俺は見た。全然違った。これどうしよっかな。いきなりこれいきなり行く？これいきなり行ってもいいな。これいきなり行ってもいいな。これちょっと一回霊術師でちょっと様子見るか。霊術師ちょっと一回様子見よう。これで霊術師召喚になんかこれなんかあります？なんもないですね。これはなんもないですね。なるほど。これは殴りに行くの意味わかんないから。ディスティニードローでさすがにこれ。多分ディスティニードロー。はい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 。運命のドローしてくるから、まあ、ここは松江でいいかな、一回。で、これ守備表示出して。で、日本忠敬出していく。日本全土、あ、そこらしか。あ、なんだこれ。相手が融合、ちょっと待って。相手が融合モンスターの融合召喚に成功したとき、自分フィード上のモンスター一体をリリースして、その融合モンスター一体をリリースして、ちょっと待って。ちょっと待って。こんなことある。こんなことあります。ちょっと待って使わさい。やばい。ピンポイントすぎるだろ。